配信です。さあ、本日の動画サムネタイトルの通りでございますが、モデルジャパン、まあ、ベストボディもマッスルもそうですね、日本大会まで残り2週間となりました。イエイ。はい、本日11月5日でございます。日曜日ね。なんと今シーズンも残り2週間で終わりです。あっという間に大会2週間前となりました。皆さんいかがお過ごしでございますでしょうか。早いね。皆さんもう本当泣いても笑っても残り2週間です。僕自身、どんな感じかと言いますと、まあ、あの前回の動画でもお伝えしましたが、あの自宅にねエアロバイク、フィットネスバイクを購入してもう毎日漕いでます。もう家にいるとき僕基本ゲームかアニメ見てるんですけど、もうその時間はもうほとんどバイクに注力しております。そのおかげで、今シーズンで今一番軽い55キロ台にね、突入しました。今年の予選大会を振り返ると、東京大会が、57.8 キロだったんですね。57.8 キロ。はい。で、その1週間後の横浜大会が 56.9 キロかな。で、その次の仙台大会。仙台大会が 56.6 キロ。で、首都圏大会が、57ちょいぐらいだったような、気がしております。ということで、まあ、首都圏大会から、有酸素運動を結構入れて、まあ、1.5 キロぐらい落ちてるような感じでございます。顔周りもちょっとこうこけてきたような感じが出てきましたね。残り2週間目標としては、まあ、あと1キロ、2キロ近くラストね追い込んでいきたいと思っております。だいぶね、ちょっとコンディション上がってきておりますので、まあ、まだまだね、いけると思うんで、自分を信じてね、やりきりたいと思います。日本大会、残り2週間です。日本大会の、流れとか、そういった部分、また、11月6日、明日か。明日に、チケット、じゃないな、エントリー料の入金締め切りが明日なんで、皆さんご注意くださいね。忘れないように出場される方はね、明日までとなっております。明日入金締め切って多分その3日から4日なので、11月10日または11日、まあ最低でも1週間前、12日ぐらいまでには名簿とか一通りのスケジュール出るんじゃないかなと思っております。今年はどのくらいの人数がね、出るのかなっていう感じですね。モデルジャパンは根本的に去年は、予選大会で5位に入賞された選手が、日本大会に出れたんですけど、今年から3位になったので、まあ、単純に人数は少なくなってるんじゃないかなと思います。まあ50人前後くらいなんじゃないかなと思うんですけどね。はい、まあ、そのあたりも楽しみです。自分のね、番号とかも楽しみですし、周りにどういう選手がいるのかとか、そのあたりもねめちゃめちゃ楽しみでございます。いや、もう泣いても笑ってもね、本当に何度も言いますが、あと2週間です。皆さん体調気をつけながらね、僕も体調気をつけますので、とにかく体調管理しっかりして、もうね季節の変わり目で乾燥してきたりとか、あと11月なのにまだ25度超えたりとか、変な気温が、東京ねありますんで、そのあたりも気をつけてね、一緒に過ごしていきましょう。残り2週間一緒にね頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。ということで、今からねまたトレーニングに僕は行ってきます。皆さんもねラストスパート一緒に頑張っていきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。この動画いいなと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。